キッシーのハヤチャンネル。私はるばる東の村よりやってまいりました、クリリンと申します。ヤムチャです。こんにちは。あ、こんにちは。いやー、ヤムチャさん、あれ逆ですね。そうですね。なんか神々しいですね、真ん中が。そうだな。あれ、なんかリトルヤムチャさんがいますよ。みんなに 見てもらった方がいいんじゃないですか、近くで。おい、オーガウッフーケン。どこにあったんだ。あ、すごいかっこいい。ここか。左の方ですか。これか。はい、はい。あ、なんか面白いですね。それを持ってる人が全く同じ格好をしているというのが異様な光景ですね、やっぱね。いや、嬉しいね。いやー、ヤムチャさん、うん、ヤムチャさんの前でこんな話するのはあれなんですけど、我々もうすぐ映画があるんですよ。そうなんですよ。我々の情報源の大きな一つである、はい、声優さんの、はい、告知っていうのがあるんですけども、はい、それではどうでしょう、コナンの方しか。あれまあまあ、コナンも偉大な作品ですけどね。コナンでも今回は、かなりその安室さんのね、警察学校の時の話ですから。あら、ちょっとじゃあファンとしてはなんかようやく見れるエピソードみたいな。あ、そうなんですよ。おー、すごい。結構今回注目で、で、なんかその歌もバンプオブチキンが主題歌歌うっていう、もうなんか俺好きなものがめちゃくちゃ集まった。うわー、すごい。それからドラゴンボールの1週間前の金曜日だよな、多分。ドラゴンボール大体映画って金曜日。なるほど。1週間前に公開されるという。4月の15日に公開ということで、うん、映画コナン、ぜひご覧くださいじゃないんですよ、ヤムチャさん。それではまた。え、違う、ヤムチャさん、どうした。我々はこの格好で何をコナンの CM をしてるんですか。違うんですか、松田とかじゃないんですね。いや、違うんですよ。松田出ない。松田、知らん、出るかもしれん。それはもう松田はデスノートにはいましたけどね。松田いましたけどね。ヤムチャさん、今ね、ちょっとお話にも出ましたが、映画ドラゴンボールスーパースーパーヒーローの主題歌がですね、まだ発表になっていないんですよ。もうだってあと2ヶ月ぐらいなのに。そうなんです。はい、発表されてないのか。で、私一応調べたんです、過去の、過去今までね、うん、ドラゴンボールは神と神はあれですね、フローフローのキャラヘッチャラ、うん、復活の F は一応まあバトルテーマソングとして F、 そう F も流れたけど、最後のエンディングはあれですよね、ももクロ。ももクロ、はい、ももクロがやってると、うん、そして、ブロリーはもう皆さんご存知ですよね、ブリザード、うん、名曲中の名曲、うん、はい。で、まあ、大体10ヶ月ぐらい前に最初のこう告知が来ると。る、はい、はい、で、なんとなくこう触りが分かるような、どんなお話かみたいなのが。そうですね、3、4、5ヶ月ぐらい前かな、うんうん、で、主題歌、まあ、今まで意外とですね、この曲、主題歌の発表が、うん、およそ前1ヶ月ぐらい前。あ、じゃあ今までも出てないのか、まだタイミング的には。そうなんです。だからそろそろ来ます。なるほど、はい。というわけで、うん、最終的に皆さん何になるのか、うん、我々でちょっと予想を。なるほど。したいと思います。いや、楽しみだな、それは。はい、なんで、まあ、答え合わせはもうすぐになるわけですが、うん、ちょっとおのおの、まあ、携帯とか見ながらでいいので、うんうん、まあ、アーティスト見ながら、うん、ちょっとこの候補を決めていきたいと。なるほど、思います。はい、はい、さあ、といったわけでヤムチャさん、うん、ここからおのおののアーティストなりなんなりをちょっとね、うん、選出していきたいわけなんですが、はい、どうですか。でもこれはですね、はい、まあ、僕の予想、はい、最初の予想なんですけども、はい、この過去3作品の感じ的に、うん、まあ、まずその神と神の時は、うん、フローがチャラヘッチャラのカバー。そうですね、うん、で、F というね、もともとあった曲をそのまま使ってみるとか、うん、いうパターンがあるので、うん、これはもともとあったドラゴンボールの曲のカバーを最近の人がするというパターンはあるんじゃないかと思いまして、で今回がですね、はい、レッドリボン軍の話じゃないですか。そうなんですよね。そう、ガンマ1号、うん、ガンマ2号と、はい、新たな最強の人造人間が現れる。そうなんですよ。これは僕はレッドリボンアーミーの
カバーフローで、ふいやばいフローがまた来るんですか。フローのレッドリボンアーミーか、ホテイかな。なんでよ急に来たらホテイ。特に理由はないけど、レッドリボンアーミーって結構低い音で歌う曲なんで、フローって声高いし、はい、今言いながら思って低いとこでかっこいい、いやいや、うーん、低いかっこいいイコールホテイ。なんでよなんかホテイさんってやりそうだなと思って、なんてオリンピックじゃない、パラリンピックか、あでギター確かに弾いたぐらい、いろいろ受けそうではあるよね。うん、でもそうなるともうあれじゃない、人造人間の柄とかも、あのギターのもうこういうホテイ柄の人造人間が出てきたりとか、あのホテイのあの弾きながらこうやってずっとありますからね。いやでも、いやじゃあレッドリボンアーミー、ホテイトムヤス、いや私の予想挿入歌としてはあるかもしれないけど、うん、そのメイン主題歌ってなると、そうなるとやっぱももクロみたいな、ちょっと今どきというか、うん、そうそう、今時アーティストはやっぱり、だから2015のももクロやっぱりすごかった、すごかったし、最近のアニメの主題歌って、うん、あれじゃん、だから呪術廻戦とかって、キングヌーだ、キングヌーでしょ、だからキングヌーは絶対ないの、そういう潰しはあるのよ。あ、なるほど、そう最近のだからコナンもバンプやったから、バンプはない、そうバンプまたドラゴンボールだったらおかしなことになるじゃん、だって確かにな、両 A 面シングルでどっちもバンプの待遇が良すぎますよ、それは確かにそうだな。でもバンプは確か当時あのワンピースとかもやったことあるし、うん、確かに候補には上がってると思うけど、うん、隅っこ暮らしもやったしな、バンプ。そうなの幅広いですねバンプこれこれちなみに僕あれですけど、マカロニ鉛筆とかってなんかやってます、ね、大の大冒険アニメの主題歌歌ってる。あ、映画はやっってない。映画はどうかな、わかんないな。ヒゲダンは、ヒゲダンはね、あるかなって思ってんですよ。ワンチャンありそうだけど、あー でもちょっと寄りすぎかな、なんか流行りに。ちょっとそうか、やってるかな。あとなんかその最近のアーティストいます、なんかこう、それこそまあ言っちゃうんですけど、夜遊びとか、夜遊び、ウーバーワールドとか、ウーバーワールドウーバーワールドは確かにちょっと見過ごしましたが、でも過去にやってますよね、なんかなんか、あ、でもアニメソングはあったやってますよね、アニメソング自体は。でもだってクリープハイプとかはもう声が全然ドラゴンボールっぽくない。そうですよね。ジャニーズ路線も考えたんですけどね。あ、だってドッカンバトルの CM をキンキが、はい、そうなんですよ、やってたことがあるわけだ。ただキンキキッズだったら私の方が多分情報早いと思うのであのドラゴンボールじゃなく、そうですね、キンキ情報として、キンキ情報として入ってないので、うん、キンキは今年25周年なので、うん、連載25周年のワンピースと一緒だから。なるほど、夏のワンピースの映画の主題歌はキンキなんじゃないか、うん、はい、なるほど、私の結論はそうなります。え、でもちょっとあれじゃない、ワンピースってそのクルーいっぱいいるみたいなのが魅力だから、ジンフレンズなんじゃない。え、山口くんが帰ってくるんですかだからワンチャンなんかジャニーズの若手勢、アストーンズみたいなこと、なにわ男子とか、なにわ男子、あ、でもそれで言ったらあれだな、4月の初め頃に桜坂46新曲出しますよ。それがそれセンター誰でしたっけ、あ山崎天、あ、山崎天だ、五天、あ、山崎五天、山崎五天として出すんですかねあるな、いやいや五天メインじゃないから今回。そっか、うん、ご飯ピッコロあたり、レッドリボンだから赤にちなんだ人、赤にちなんだ人、赤にちなんだよな、なんかレッドホットチリペッパーじゃないですかレッド、これはかっこいいな、かっこいいな、赤、あ、赤い秀和しか出てこない、赤い秀和ですかねいや、ボクシングだからな。大御所で言うとミスチルとか、ミスチルな、ワンピースはやった、ワンピースやったよな、確かスピッツとかどうですかね。スピッツでもちょっとドラゴンボール感、イメージが違いますね。でもやっぱドラゴンボールってもうみんな知ってるじゃないと
起用しないんじゃないのかな。確かにな。塚本さん、あーあれか、ハマちゃんの、はい、ハマちゃん、ハマちゃんですね。なんかある程度実績がないと。そうなんですよね。あんまりわかんないです。この辺はどうなんですか。ユニオンスクエアガーデン。うわー、ユニオンスクエアガーデン。ユニオンスクエアガーデンはありますね。アニメもめっちゃやってるし、る人気もあるし。ユニオンの吉井さん使ったことあるぐらいだったかな。前回はだから吉井さんで、今回前回というかアニメ版の。アニメはね、今回イエローモンキーっていうのもなくない、なくないかな。だからあの大量にその地球人がやられて、はい、殺された地球人の中にブルマはいませんでしたみたいな、いませんでしたいませんでしたみたいな、惑星ベジータに隕石が落ちましたってそんなことないでしょ。ニュースキャスターは嬉しそうにベジータ王子はいませんでした、いませんでした。そんなことはないよ。そんなことはないな、ない。確かにヒゲダンなんかやってる、それだけ調べます。ヒゲダンが過去に映画の主題歌してるかどうか。映画の主題歌で言えばあれですね、コンフィデンスマッチ P。 あー、じゃあアニメがないんだったらあってもいいかもしれません。アニソンはあったっけな。あ、アニソンはある、ある。東京リベンジャーズの。あ、じゃあダメだ。ダメなんだ、マガジンだからダメです、マガジンだから男性か女性かあたりを決めときたいですよね。なるほど。だから男女、男と来てますから女性の可能性はあります。女の可能性はありますね。女の可能性ありますね。女で流行ってる、やっぱり夜遊びなんじゃないですか。夜遊びかな。乃木坂。アニメで言えば心が叫びたがってるんだっていう、はい、アニメ映画の曲をやってたはず。やってるんですね。だからチーム AKB みたいな過去にありましたよ。チーム坂道、チーム坂道だ、選抜メンバーが見たくないな。そうですねでもちょっと待ってくださいよ、あれスーパーヒーローって、あ、ヒーローにちなんだ人なんじゃないですかね。なるほど。あれ、あ、患者にはエイトレンジャーもありますよこれはでも、あ、でも患者に言って線はゼロじゃないかも。あ、なるほど。なんか最近ちょっと思考変えてきたし。なるほど。なんかそのやっぱり五色とかなんか色に分かれてるような人たちがやる、そういう意味だとももクロは合ってそうでしたけどね、今回も。あー、なるほどね。あ、でもその感じありそうっすよね。そうだな。あ、そっちでちょっと決めましょうよ。いや、でも俺もう一つ、はい、ちょっと浮かんだんだけど。お願いします。やっぱりそのちょっとこの変な言い方だけど、はい、あの大手って、はい、ちょっと遅いと見てるんだよ俺の中で。遅い、その2年前ぐらいにすごかった人を起用とか。なるほど、はいはい、なんかそういうイメージがあって。で、誰ですか。ラップバトルが、はい、やっぱフリースタイルダンジョンで、はいはいはい、すごく盛り上がってた感じで、はい、一時期 CM とかもなんかラップとかすごい増えたりとか、はいはいはい、その流れを今組んで、はい、クリーピーナッツなんじゃないかな。うわっ、あ、あるかも。お、これ、いや、クリーピーナッツはだって R1 の曲とか、はい、歌ったりとかしてますし、はい、ここなくもないんじゃないかなって。なんとってオリンピックの、そうだ、閉会式で DJ やった男ですからね。でも確かにラップ系ってないんだよ。ないんで、で今回そろそろラップなんじゃないかって言い始める可能性はあって、そうなったら絶対にクリピーナッツですよ。だってラップでいきましょうよ、ハンニャでとかならんない。いやいやいや、まあちょっとそうですね、偏りがすごい確かにドラゴンボールの曲ハンニャでとはなかなかね。そうか、ヒーローっぽい人っていうのがずっと僕は引っかかっちゃってますね。なるほど。それで言ったら、もう一番最初の摩訶不思議アドベンチャーを出した人、はい、高橋宏樹、はい、高橋ヒーローなんじゃないですか。まさかの盲点でしたね高
高橋ヒーロー機か。その時だけ変えてね、名前もね。それだったら誰でもよくない、ヒーロー末陽子でもよくなって確かに、ね、とってもとってもね。そうですよ。じゃあ矢口さんはもう、じゃあいいですか、最終的には、クリーピーナッツ。クリーピーナッツで、はい。じゃあ私はそのやっぱヒーローというところに重点を置いて、うん、関ジャニエイトで行かせていただきたいと。ちょっとジャニーズはないかなと思ってたんですけど、うん、でも若手がやるんであればそのぐらいの実績、なるほど、があっても、いやでもちょっと違うな夜遊びにしとく、夜遊びにしとこうかでもヒーロー、でも他にいる？ヒーローっぽい人。いやもうそうなっちゃうと影の広いの。いやそれはダメよそれは反則よちょっとでも確かに待ち望みすぎてるから、影山広信だと。そうなんだよな、うん、いやだから影山さんがもし来るんであれば多分最後の作品とか。確かに俺はもうそのレジェンドなんだよね。やっぱそう、うん、それぐらいのものをね、うん、そうっすね。逆に最後だっつって影山さんじゃなかったら引く、引くね引くねって引くね。もうまあこれが当たっていなくても今回議題に上がったなんか誰かしらやってそうな気がしますけど。いやもうこんだけ名前出せばね、さすがにかすっていたのか、それとももうはたまた全然違う方向から矢が飛んでくる可能性もありますのでね。なるほどね、はい、これ結構当たったらでかいですからね。でかいですね。バーガーキングおごりぐらいの価値ありますよ。そうですね、これそうですね、バーガーキングおごりましょうよこれ。もし皆さんの予想はどのアーティストでしょうか、うん、はい、コメント欄にぜひね。そうね、これじゃないのかっていうね。コメント欄のちゃんと、ね、日付残りますからね。確かに、あの証拠として残りますから。コメント欄でも当たってた人がいたら、はい、バーガーキング怒りますんで我々からね、阿佐ヶ谷のバーガーキング集合で、はい、ちょっともう公開まで近いので皆様、はい、はい、あれ前売り券情報って出てます？そういえば。そういえば出てないな。なんか出さないつもりか。あ、なしか。そんなこと過去にあったっけ毎回のなんか得点が欲しくて買ってたんだけどな。確かにそういうのあるな、うん、もう主題歌だけでなくね、内容も、うん、ちょっとまだね未知なところございますが、かなりある、もう内容まで喋り出したら今回の動画はもう終わりません。終わんないな。確かに。でも喋りたいんですよね。なんかどうなるんだろうな。でもヤムチャちょい役ぐらい出ないのかな。いやね、なってない絶対見てます。わかんないよ、人造人間なんて結構な。ヤムチャだって縁深いし。でも僕前々から言ってますけど、今回の予告編1個目ね、うん、まあ、これからもう1個最後の予告が多分出る、主題歌込みでね、うんうん、その前に今現段階って本当に触りしか映ってない。なに？僕調べたんですよ、過去の予告編って大体1分半ぐらいあるんですけど、うんうん、今回のスーパーヒーローって1回目の予告1分しかないんですよ。なるほど。いつもより情報量が少ないんです。はいはいはい。であれなんでやっぱご飯怒ってる、まあ普通にあらすじを立てるんだったらピッコロが最初にやられて、うんうん、それに対してご飯が怒る、うんうんうん、でも相手もスーパーヒーローって言ってる。そうだな、我々はスーパーヒーロー、人造人間、そしてスーパーヒーローだって言ってるからな。多分ですけどこれどっちも騙されてるんですよ。なるほど。本来その戦うあれじゃないってことか、はい、そこに多分レッドリボンの陰謀があるはずなんですよ。うわー、なるほど、はい。まあでもこれはあれなんですけど、はい、ご飯がこうメガネ外すじゃないですか、はい、その時のこのメガネの僕の輪郭にズレがないんで、はい、あれ伊達メガネです。え？これは衝撃事実です皆さん、あれは伊達メガネです。伊達メガネですかね。サムネイル変わっちゃうんでご飯の何々説みたいな。神と神は、スーパーサイズゴッドのその赤いバージョンの隠した予告、うんうんうん、復活メイフは悟空の最終形態のブルーを隠した予告、うん、ブロリーはやっぱゴジータの存在を隠した予告なんですよ。なるほどね。はい、だから次の予告でやっぱ肝心な部分は絶対隠れているんですよ。なるほど。さあワクワクが止まりませんねこの辺は、はい、最後に何がやってくるのかって皆さんと一緒にね、うん、楽しみに待ちたいと思います。ヤムチャさんの方のチャンネルにもお邪魔してますので、ぜひ合わせてお楽しみください。それでは皆様、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。生きてこの砂漠を出たければ
ありったけのチャンネル登録をするんだな。ありがとうございます。